はい、武器集めエテポンゲです。よろしくお願いします。とりあえずね、このなんだろう、氷の洞窟でいいのかな、水晶の洞窟、魔女のね、クレモアさんの魔力を取り戻すためにここにいる本体を倒しに、来たという、感じです。とりあえず前回までのあらすじ、まあちょっと全滅しちゃったんでね、とりあえずもう一回ここから始めていきます。武器なんだけどちょっとでっかめの武器ね、いろいろと集めてきたんで、これでねとりあえず範囲攻撃、魔法に対応していこうかなって感じです。まあ耐久がちょっとねどれも高くないからあれなんだけど、ちょっと待って、この前さクリアした左側とかさ、また やらなきゃいけないのね、やらなきゃいけないらしいわ。ってことでどうしようかな、とりあえず全部クリアできたっけ、これクリアしてたような気がするんでね、サクッとやっちゃいます。武器のせいで前見えないんで、てめえ炎が効かないな、こいつには。氷も効かないな、強ない、こいつ強ない、炎も氷も効かないんだよ、雷しか効かないんだよ。あ、基本クリスタルかな。けど崖とかはさ使いたいんだけどさ、画面が見えなくなるからさ、なんかいかんせ使いにくいよね。レベルアップ、これヒットポイントちょっと多めに振っていこうかなって思いましたね。これはいけるっしょ、これ強っ、長テーブル強っ、長テーブルゲーかこれ、もしかしてこれあ、もしかしたらこれ前回終わったとこはもう OK かな、どうする、マイクか、マイクよし、ほら、あーけどもうあと耐久1だ、壊れた。まあもう一個あるけどね、さっきのよりちょっと短め、あ、ここはまだ終えてないから、ここちょっと待って、考えろ、ちゃんと考えていけ、周りから攻めるのがセオリーだよねこういうのって。でまあここ取っといて、あー間違えた、俺右下は置いといていいで、帰りの道さえしっかり用意しとけば、あ、ちょっとねこれ間違えてね、結構タブボタンを押しちゃうんだよね、間違えてタブキーを押しちゃう。一歩前に来て、よし来た、よし、で拾って、でこうで、こう、オッケー、よし、これで扉が開くと、なんと鉄格子が開いた。ウエコはドヤドヤしている。ウエコかわいいな。ウエコのさキャラクタープリント T シャツ売ってたら買うわ、得て買うわ、ウエコのプリント T シャツ売ってたら。あー炎のやつ、
炎のやつ。あーちょっと、おい、よし、ほれ、あと4発、あと4発。ボスでしょ多分。あーボス、マコントゥルソス、マコントゥル、魔界か、マトゥルトスです。ここはここはね、ちょっと待ってね、F、 家、民家持ってきたんで、民家持ってきたんで、ここでまず触手からしばいていく。よし、もう一発、よし、で残り一匹になったよね。とりあえずもう一発民家で殴って、近づいてきたな、だいぶ近づいてきたから、何か、まあここで拾ったこれを使ってみる。氷で23、まあまあまあ耐えれる、耐えれる範囲で、もしかしたらこっちの方が効くかもしれないから、こっちも振ってみる。どっちもどっちだな、どっちもどっちだな。よし、会心、確実に会心が出る、この壺。あー復活した。まずいなこれ、まずいな。どうする、どうする、下に一歩動いて見るか。あーなるほどね、なフレンドリーファイヤー、フレンドリーファイヤーあるのね。うーん怖いなー、回復いくか、いや一発撃ってみて、いや家が、あ終わった。あーかー、もう回復薬草いっぱい買ってきたから復活するし、とりあえずあと1回復活できる。よしここ、とりあえずやったでしょこれで本体オッケー。あまだこいつも倒さなきゃいけんのね。終わった、終わった、トゥルソスを倒した。はい、民家でね。洞窟の奥に不気味に、なんでこれ、何潜むでいいのかな、不気味に、何ズム、たたずむとかそういう感じ。トゥルソスを、武器を駆使してなんとか倒した上子。その時上子の頭の中に何かが聞こえてきた。強き者よ、よくぞ倒した、そなたに力を与えよう。上子の体の中に何かがみなぎってきた。必殺奥義、ザ・ミラクル斬りを覚えた。ザ・ミラクル斬り、必殺奥義を覚えると敵に攻撃を当てるたび少しずつ必殺奥義ゲージが溜まっていきます。必殺奥義ゲージが最大の時、エンターキーまたは攻撃ボタンを長押しすることで、装備中の武器を使って強力な必殺奥義を発動することができます。ほう、強き者よ、この世界に待ち構える残り3つの試練、その全てを制してみせよう。さすれば伝説の武器の道が開かれん。上子は思った。何だったんだ今の声は、もしかしたら新手の詐欺かもしれない。かわいいな、この顔がさ、かわいいよな。そのタンクトップ同じやつ欲しいな、それ売ってないかな。で武器って、武器、3つの試練を制すれば伝説の武器への道が開かれる。その声ははっきりとそう言っていた。まるで伝説の武器の、ありかを知っているように、上子は思った。他に伝説の武器の手がかりはないし、どうせなら信じてやってみよう。もし詐欺だとしても慌てずに国民生活センターまたは警察へ相談しよう。
ためになるね、ためになるゲーム、うん、詐欺に対して新手の詐欺かっこハテナとの戦いが幕を開けたのであったね。詐欺にあったらね、落ち着いてね行動しましょう。現実の洞窟内の武器をすべて拾えるようになったよっと。まあ出るよね、うん。いえ、民家のその何圧迫感が半端じゃない。そこら辺の魔物が強化されます。名前や見た目は変わりませんが HP や攻撃力が上がります。その分経験値量が多く、増加します。とりあえずこれに持ち帰って、まあまあまあ、あ、入っちゃった。変な草取って、これ取れるでしょ。あ、これは取れん、これは取れないのね。どうする。じゃあまああと3つ試練あるらしいから、まあ適当に探索しながら次の試練の場所探していくか。の前にさ、魔女じゃ、キノコがついてきてる。てい、うれ、よし。んで、ショートカットできるようにね、これこうしとこう。じゃあ話せるか。本体を倒してくれたのね、聞いてよ、私の魔力が戻ったの、ウエイコのおかげだわ。本当にありがとう。これお礼よ、受け取って。大賢者の杖、絶対強い、絶対的に強い、最強の杖、数本しかない最強の杖、振れば素人でも最強呪文をどかすか打てちゃう。だからまあ絶対に人に向かって打たないようにね、打てということか。見たところあんた武器を集めてるんでしょ。助けてもらったんだから協力してあげるのは当然よ。それにそんな杖なくても私は最強の魔女だから大丈夫なの。ふふん、うん、ありがとう、ありがとう。とりあえずクリスタル1個捨てるか。クリスタル1個武器庫にしまおう。まあまあまあしまっちゃおう。賢者の杖あった、で取り出して、で装備しちゃうよね、振るよね。絶対強い、もう絶対強いわ、もうこれ絶対的に強い。こいつ遠距離攻撃打ってくるからな、気をつけて。こう巻き込む、巻き込む、全員巻き込む、こう。強すぎ、強すぎる。あ、けど一回ぶつけないとダメなんか。ちょっとこっち来てくれない？待機が S。 よしよし、はい、37。うわー強い、19。よし、これはもう絶対メッキ加工する、壊さないようにしよう。頑張ってあのメッキ加工します、こいつは。うわー強い、もう強くて、もう、あ、宝箱だ。あ、そういえば下の宝箱取ってないよな、あのいっちゃん最初に見たやつ。あ、取ったっけ、取ったか、アルマの石で、こういうのはちょっとなんか強そうだから取っとく、届くっしょ、うれ、届かん。30、あ、2発2か。よし、あ、なんかヤバそうなんいるわ、ヤバそうなんいるわ、こっちっしょ絶対。へい、くらえ、回収するよね。あ、あ、痛い、てめえ、あー、この、あー、また来た。まあまあまあ、この杖あったらもう当分負けることはないと思うけど。負けた、何こいつ強っ。
ボム的なやつ投げてきたんだが。ちょ、これ薬草一回取りに行かなきゃな。うわー、ちょっと待って、ちょっと待って、ここは何？強すぎる、強すぎる。これマップさ、とりあえず真下に降りていってみよう。ここ。あっ！君は？ダーガーだ。うん、ウォンマー。いやよ、一度家出しておいて、どんな顔して戻ればいいのよ。しかも私出ていくとき、おじいに向かってクソじじいって言ったのよ。きっと怒ってるに違いないわ。今さら戻れるわけないじゃない。よし、しばこ、しばいて、とりあえずちょっと攻撃力が高、あ、こういう時はどうしたらいいんだったっけ。全体攻撃木だな。木を、木で一個下がって戻って一発しばく。8、意外といけるな、意外といけるな。アサシンダガーあたりだったら大丈夫じゃん。おしおしおし、必殺奥義 OK、 撃ちて、ダメだ、こいつに撃っちゃダメ。よし、これで半分まで減らしたから、捕獲、よし、でこれしまっといて、必殺奥義かましまーす。こっち来て、はっ、ザ・ミラクル斬り。普通、あ、ミラクルソード、ミラクルソード的なやつで、これちょっと金床でさ、メッキしよう、メッキする。大賢者、おし、はいはい、オッケー、メッキした。で、トグとかもやりたいよね。トグ選ぶ、はい、あー、上がったよね。よしよしよし。あー、けど鍛えるとかもあんのか。トグは、トグってなんだっけ、何度か使うと、ああ、なるほどね。一時的なアップがトグが、鍛えるってのがいいんだよね。とりあえず戻りたい、戻りたいな。ビッグブレード、ビッグブレード、ここをまっすぐ、道作っとこう、分かりやすいように。まっすぐ上に向かうことによって、そのあ、真上だね、真上が変なまがまがしいところだわ。で、木こりのあいつはどこだっけ。ダーガ連れて行かなきゃ。あった、ここだ。で、ダーガを持ってきたから、話す、装備すんのか。はい、ダーガをウォンマーに合わせますか。はい、ふっ、ダーガ、お、言うてやれ、クソジジイ。なんて言うんだお前、ダーガに。お前というやつは、育てた、育ての親同然の男にクソジジイなどと暴言を吐き、出て行きやがって。それだけではない。おじいは、いびきがうるさいだの、なんだろう、いつもケチをつけて、育ての親に干渉もせずに、お前というやつは、おじい、お前にクソジジイと言われたとき、わしはお前に言ってやろうと思ったわい。うるせえクソガキ、とな。お前の方こそクソガキだ。そう、お前の方こそが、お前がクソガキ、おじいったら、人の話を聞いて。確かに私は口ではクソじじいと言ったわ。そして実際に心の中でクソじじいと思っていたわ。てめえこの野郎。でも一つだけ訂正させて、今まで育ててくれて感謝してないわけじゃない、わけないじゃない。はっ、なんだそのピシュッっていうBGM、 BGM じゃん、交換。何事もずっと一人で仕事して、家事もして、料理も掃除も全部して遊んでくれて、
そのくせ弱い部分は少しも出さず、何もかも私のために尽くしてくれて、たとえクソジジイでもそんな親に感謝しないわけないじゃない。言ってなかったけど私今仕事を探してるの。勘違いしないでよ、別におじいが楽になるよようにとかじゃないんだからツンデレ。じゃあもう私行くから。だがちょっと待て。何？そのあのな、いつでも戻ってこいよ。はっ、うん、いい話やな。見苦しいところを見せたな。まあダーガを連れてきてくれたからな。これをやろう。ギガントアックス、見たことのない武器だ。使ってこう。はい、装備します。わしの知る限り最強の斧、わしには使いこなせんからな。持っていけ。絶対強え。旅行くよ。まだいたのか。もう用は済んだ。じゃあさっさと行け。強そう。試し切りがしたい。右が嫌だな。右がほれ。ギガントアックス。うわ、雷がすごいなってる。怖っ。レベル上がった。ちょっと最近 HP 振りすぎてるから攻撃に振ります。どうする？上行くか？右？右？怖い。シュッ。こ。ミス。はい。ちょっとギガンタックスメッキします。ギガンタックスメッキしに行こう。強い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 。よし、薬草言って、薬草補充して、で、あの上のところは行っていいのかな。ちょっとあれだよな、最後っぽいよな、あれは。一旦保留しとくか。誰君？武器屋ウェポヨヨン、ここが最近口コミで話題の武器屋か。かっけえ。急にグラフィックがどこの世界から来はったんですか？え、ここの天守の上子？へえ、ずいぶんちっちゃい天守なんだね。僕かい？何を隠そう。僕はいずれ魔王を倒し英雄となる男、勇者シュバルティだ。とは言っても正直魔王を倒すのってだるいんだよね。レベル上げにも飽きたし、しかも最近魔王おとなしいじゃん。特に危害加えてこなければこのままでいいと思うんだよね。けどみんなお前は勇者なんだから倒しに行けって、ほんと嫌になるんよね。みんな本質が見えてないんだよ。ってことで僕としてはなるべく楽に魔王を倒したいわけで、最強の武器でもあればサクッと倒せるじゃんと思ってここに来てみたわけよ。でもあれだな、君の武器は勢いはすごいけどまだまだ発展途上って感じだね。ほら、どうせ最強の武器を買うならそれなりにすごい武器屋で買いたいみたいなところあるじゃん。例えば今までの総売上100万円みたいな武器屋ってことで、この店は僕に認められるような武器屋にしてみてよ上子ちゃん。そしたら魔王を倒した武器をここで買いましたって君の武器屋を広めてあげるからさ、よろしく頼んだよ上子ちゃん。世界の平和のために。さ、帰ってゲームしよう。クズ野郎、バキバキのクズ野郎だった。見た目以上にもうな、もったいねえやつだ。とんで、メッキをまずギガントアックスメッキします。はい、強い武器はねどんどんメッキしていっていいと思う。あ、ちゃんと反映されてる。ちょっと適当にね並べといた。で、まあどんどん売っていこうか。高いそうなやつ、まあまあ、高い、うわー高い。ビッグブレード安い。
まあ家とかはもういいよね、多分多分いいと思う。大賢者あるし、もうこっからはもうどんどん打っていこうよ。はい。でこれさ、最初拾う中身何入ってたのこれ。旅人の剣、旅人の剣、まあじゃあいいや、旅人の剣で約束買います、買います、釈迦です。ん、あ回復してくれるんだ。うん、薬草売ってください。5個買います、3個買います。マックスがあれだもんな、10個しか持てないもんな。ちなみにさ、大賢者のさ、ちょっと待って、注文してみようよ。あ、持ってるものはダメなの？え、持ってたらあかんの？持ってるもんダメなんだっけ？いや、いけるよね、ビッグブレードとかあるもんね。作れないやつもあんのかな。どうしよう、じゃあ右側行ってみる。あ、下のちょっと宝箱取ったかどうかわからないから、もう一回ちょっと下見ていく。取ってないよな多分。あ、ほらやっぱ取ってないじゃん、取ってない。うわー、豪華の剣、こんな人いたっけ。炎よ炎よ、身を守る盾となれ。よし、これもメッキしたい、これもメッキしたい、強い。炎よ、熱く燃えろ。喋りかけたい。キャンプファイヤーだ、わいわい、危ないよ後ろ。こっから投げる海は綺麗ね。ソロキャンプするにはぴったりの場所だわ。まあ魔物はうじゃうじゃいるし、隣のはしゃいでる男はうるさいけど、お、消してやるわそんなやつ、死ねえ。やばいやばい、来た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 、来ちゃった、悪かったって悪かったって悪かったって、てめえ。ミラクル斬り、よしよし、削除しといたから、あいつは。ちょっとゴブリン的なやつが来てる。ちょっとビッグブレード、ちょっと試したい武器、どんどん試したくなるねこのゲーム。ビッグブレード、あ、2マスいけんだ、いいね、ビッグブレード。あ、強いし普通に。やっぱね、その範囲攻撃できるやつはいいよね、2マス先とかは。お、ちょっと兄ちゃん、兄ちゃん待って、ビッグブレードメッキしようかな。見た目好きやこの剣。俺は機関士、伝説の武器を求めて冒険してるんだ。しかし手がかりが全然得られないんだ。俺的には洞窟とかが怪しいと思うんだけどな。だけど怪しいところには入っちゃダメだって母ちゃんに教わったからな。やめちまえお前みたいなやつは、やめちまえ。これは壺は持ってていい。え、ぶん、何、棒投げられた。あ、ビッグブレード、これメッキしてあるから何発でも振り抜ける。えい、もうこっから無双じゃない、もしかして。こっちの方行ってみる、なんか試練ありそうだよね。
HP 気をつけて、 HP 気をつけて、回復しよう回復しよう。あ、なんかあるね。けどなんかあるのはいいけどさ、なんか困ってる人がいないとね、なんか違うよね。ただただそこに行くだけじゃなくて、やっぱ困った人ありきの RPG じゃん。けども試練を3つこなしてこいみたいな言われたし、いいんかな。その点はクリアしたということでいいんか。鋼鉄の洞窟あった。2個目入ってみる。入っちゃっていいんかな。入っちゃうか。どうしよう、どうしようかな。マトックがある。マトック、あ、サボテンもある。とりあえず入ったら武器庫使えなくなるから、ここピッケル。あー、でもちょっとやめて、ちょっとやめて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 殺す よし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 。え、あ、防御力下がってたの。一掃して一掃して、あ、こっち当たってない。ほれ、あ、もう入っちゃおう入っちゃおう入っちゃおう。はい、氷氷で、あ、火か、入ります。よし、伝説の武器を探し歩く上子は2つ目の洞窟にたどり着いた。床も壁も一面が、鋼鉄でできている。あ、辺りには岩と鉄の、匂いが漂う。最奥から何かの気配を感じる。ウエクは勇気を出して足を踏み入れていくのであった。だー、何これ、キッショ、船虫じゃんこれ絶対。聞いてないの、もしかして物理のみ的な。あ、聞いた。あ、やばい、ミスった。なんだあれ、調べる。不思議な物体がある、触れてみますか。はい、あー、なるほどねなるほどね。ってことはまずは一回左に行けっていうことだよね。そういうことだよね。一旦こっち。爆弾岩、爆弾岩。俺はビッグブレードを信じる。だけどビッグブレードはあれなんだよな、まだあのメッキしてないからな。メッキしてから使いたいよな。なんだこいつ、メタルスライム的なやつか。あ、ダメだこいつ、ちょっとやっぱこ、あ、またタブ押しちゃった、タブ押しちゃった。こいつには魔法系がいいでしょう。ってことはこっちか。ちょっとあれだね、回復しよ、回復して、とりあえず上行ってみる。奥義、あ、あ、違う、奥義はダメ。あの、回復できるから、食らってる時にやろう。奥義は食らってる時に。あ、んで、これもさ、言ってさ、メッキしてないんだよね。メッキしてないものは、極力使うようにしよう。鍵、よし、これで戻れる、戻って
スイッチ切り替えろってことだ。バッ、ほい、よーし、よーし、素振り、はいはい、ミラクルギー100ぐらい回復できたよね。撃つか、撃つ、ミラクル斬り。あ、なるほど、相手の HP 次第っていうのもあるんだ、覚えておこう。もしもうちょっとレベルが上がる。でこれ縦に敷いて、何これ怪しくない、これ何これ、ただのグラフィックか。これはちょっと待て、全体魔法、全体魔法くらえ、サンダーストーム、聞くときと聞かないときがあるな。HP かな。サンダーストーム、ダイヤモンドダスト、エクスプロージョン、よし、薬草と石、えい、ちょっと船虫だけ、あ、んでここ、あー、なるほどね、鍵があることによってここを突破できるよっていうことけど、先に押さずに通る方を先に行って、宝箱があるっていうやつをやる。まずは一歩届かない、バン、くらえ、でここにめっちゃいい武器が魔導士の杖、よし、あ、しまった、しまっちゃった、持ち物に入れときたかったな、それは。こいつらちゃんとついてきてる、ほい、で鍵を使うでしょ、くらえ、ちょっとこの杖強ない、めっちゃもうこれもう何最強武器いらなくない、これあれば。これ1本あればよくない？あー、なるほどね、もう1個戻らなきゃいけないのか。でまた動かして横行って上だね。あー、ついてくる、うわー、敵だらけ、あー、はい強い、はい強い、燃えろ、触れちゃう、で縦にし横にして、こいつを爆発させる、船虫こっち来んな、やるしかない、薬草は今満タンだから1個使って、あー、けど使っても一緒か、引き寄せて引き寄せて引き寄せて撃つ、
フレイム。これ出したい魔法が出ないっていうのがちょっと残念だね。炎が一番強い気がする。ついたんじゃね。武器変えとこうか。ビッグブレードでいこう。ビッグブレード。あーかっけー。ワイバーン鎧竜エリムサルエ。エリムサルエ。ちょっと待てよ。こういう時はやっぱまず範囲攻撃をするに限るよな。ほい。食らってんね、食らってんね。画面外で食らっとるね。あ、食らってるね。おれ。あ、それはダメ。半分も削っちゃった。こっちに着く頃にはもう終わるんじゃない。ぬるい。くらえ冒険者ダーガ、冒険者ダーガ。3回攻撃なんだこれ。いいね、かわいい、かわいいよね、この武器。その何 FF10 のルール的な感じ。そのぬいぐるみを武器として使うみたいな。まあまあこれ人なんだけどね、使ってるのはぬいぐるみじゃなくてちゃんとした人使ってるんだけどね。その時上子の頭の中に何かが聞こえてきた。強き者よ、また来ると思っていたぞ。褒美だ、二つ目の力を与えよう。上子の体の中に何かがみなぎってきた。必殺奥義ぐるぐる回転蹴りを覚えた。いいね、範囲攻撃だろうね。そこら辺はちゃんとしてるんだね。必殺攻撃、あのHP を吸収する攻撃、そして次範囲攻撃で、次あたりはなんだろうな、単体強力切りみたいなやつが来るんだろうね。で最後はもう魔法剣みたいな、連続5切りみたいな、5切り。残る試練はあと2つ。健闘を祈ろう。あの上にあったさ、まがまがしい城も試練の一つなのかもしれんな。まあ一回とりあえず下来たから、次右側、町の右側見てみようかなと思います。はい。けどちょっとここの洞窟のさ、アイテムあんまり広、これこういうのとか、あ、やばい、もうやばい、ちょっと整理しなきゃいけないな、これ。ちょっと整理するわ。とりあえずちょっと拾いたい、使ってみたいよね一旦は。魔法が出るわけではない、ここの。おう、あ、意外と柔らかい。シンプルに石でどつく感じ、シンプルに石どつき。
シンプルに石戸突きだわこれ。あとこれ岩 B。 これ岩 B、うん、これもシンプルに岩戸突きだね。これもちょっと待って、負けちゃう負けちゃう、ちょっと回復してから。ほいで、あの水晶欲しいんだけど、あの水晶不思議なスイッチ来た、手に入れちゃった、手に入れちゃった、不思議スイッチ手に入れちゃった。操作するたび何かが回転した気がする不思議なスイッチ、意外と硬い。あ、間違えた間違えた、ビッグブレード。あ、ダメだ、こいつは魔法魔法魔法。逆にこっちとかの方がいいんじゃない。おう、いいじゃん、普通に倒せるじゃんこれで。よし、じゃあ一回町戻るか、一回町戻ります。これさ、寝てたらさ普通に捕獲できんじゃね。ダメか、あ、やっちゃったやっちゃった。あ、あるじゃん、ちょっとメッキしよう、メッキ、ビッグブレードメッキします。いいのかなこんなに結構適当にメッキとかガンガンやっちゃって。これもメッキしたい。あとは、あとメッキしたいの特にないよな。メッキしたい俺のメインウェポンにするわこれ。あ、こいつ生き返ってる、バスタード。西は岩が転がる荒れ地だ、変な洞窟しかないし近寄らない方がいい。もう終わったやつ。じゃあ一旦上戻るか。一回町戻って。これはいたよな。あれ、もうさっきのイケメン兄ちゃんはいないね。で全部売れてるからもう一回品を置こう。高いものを売りたいよね。ベッド、まあ、家具系はいらんよな。賞味クリスタルとか意外と高いね。1000円、家、魔女の家、魔女の家俺持ってたんか。薬草補充しよう、手伝ってもらう、応援、ポンミに応援してもらう、もらえるすべての経験値が増加する 1.1 倍。うん、武器庫拡張、わっ武器庫拡張、はい、ありがとう、やった64。うわ、もうどんどん拡張した方がいいよねこれ、金はいっぱいある。武器庫、てかこれ全部やっといた方がよくないか。2万でしょ、お金めっちゃあるよ。ちょっとこれ一通りやろうよ、やった方がいい。あ、あと1万円しかない。まあ、お、これもやっといた方がいい、経験値が増える、永久的にでしょこれ多分。かわいいかわいい、もう一回応援してくれ、もう一回。あ、お金結構なくなってきちゃった、レベル、応援レベル2にしてくれ。じゃあ応援してあげるね、フレフレ、お姉ちゃん勝てるぞ勝てるぞお姉ちゃん、ありがとうありがとな。
あ、お金結構なくなって呼び込み。うわぁ。商品棚拡張。うおぉ。え、何これ、ちょうだい。なんか面白そうだから拾ってきちゃった。私の宝物にしようと思ってたけど、お姉ちゃんにあげるね。空飛ぶほうき、やっぱり持ってたじゃねえか。あのクソガキ殺しに行く、あのクソガキ殺しに行く。6キーまたは空を飛ぶボタンを押すことで、空を飛ぶことができます。もう空を飛ぶことで敵に見つからずに素早く移動できます。ただし屋内や洞窟の中。うわー、めっちゃいいアイテムじゃんこれ。ありがとう。とりあえず武器庫から出しとくよな。これしまって、屍しまおう。てか捨てよう、これいらない。サボテンしまう。木捨てる。スイッチしまう。岩は捨てる。捨てる。クリスタルはしまっとこう。一応これもしまうか。多分弱いよね。もう魔法剣は一応置いとくか。でこの剣はしまう。こんな感じでいい。 A ボタン。あ、すごい。 OKOK で武器庫、これを取り出してエスケープ。装備、あのガキに見せていくわ。ちょっと、おい、クソガキや、お前。お前クソガキ、これ青い方、青い方じゃ黒い方だ、お前。黒い方、お前だ。うれ、いたか。持っとったやろ、うちの妹は。ちゃんとメッキしまーす。はい、よし。ちょっと空飛んでみたいよね。6キー、え、 G か。6キーじゃない、 G だ。降りれんの俺。あ、屋根には降りれない。これめっちゃ探索楽になる。画面外。あ、めちゃめちゃ画面外いけちゃう感じ。めっちゃ探索楽になるね、これで。いいもんもらった。とりあえずまあいいや、一回とりあえず降りて一回終わろうかな、ここら辺で。うん、50分。はい、はい、では一旦ここで区切ります。ご視聴ありがとうございました。